知床斜里に着きました。着きました。ここで釧路行きの列車を待ちます。そして釧路行きの列車に乗って今日の私の行動は終了となります。よいしょ。いい古戦況ですね。レベルの高い古戦況です。映り込みしちゃうので、この辺で映り込みしないように。これは雰囲気たまりませんね。一番は森駅でしょうけど、そうだね、長万部駅はあの温泉街に渡る橋のがいいから、やっぱり古戦況でもはっきり言って知床斜里駅の古戦況は広いです。この広さは結構ないです。道内でも屈指の立派な、もう息がつかないこういう古戦況になってます。はい、それでは改札を出たいと思います。バス旅ファンの私にとってたまりませんね。シャリバスターミナルですよ、ね、シャリ駅のバスターミナルです。そう、下からなんですね。坂道なんです。
入るとこも鏡です。映らない、よかった。はい、テレビの壁掛けです。素晴らしい。ああ、よかった。ちょっと気をつけなきゃいけないですね。ベッドはシングルです。椅子あり、居酒屋ありです。眺望はこんな感じです。川は見えます。はい、ということで壁掛けいいです。こういうところなんですね。まあ、いろいろ案内もいただいているので、はあ、なんかすごいな。天井はちょっと低いかもしれないですね。はあ、すっごいな。面白いですね。まあ、買い出しは済んでるんで、あとは大浴場に入ってゆっくりするだけですね。はい。はあ、コンセント。ちょっとね、ああ、コンセント。コンセント、デスク上にコンセントがありますね。3つあります。素晴らしい。うん、素晴らしいですね。では、着替えてゆっくりしたいと思います。